メセルソン・スタールの実験は、マシュー・メセルソンとフランクリン・スタールによる DNA が半保存的に複製されていることを実証した実験のことである。随一メセルソン・スタールの実験以前に提唱されていた DNA 複製における複製さと非複製さの構造的関係に関する3つの仮説。A 保存的複製。B 不連続的複製。 反保存的複製。遺伝子複製の仕組みは遺伝子の実態が明らかにされるにつれて重要な関心の対象となった遺伝子の本体が DNA であることが明らかとなりその二重螺旋構造がワトソンとクリックによって解明された時半保存的複製が行われている可能性が彼ら自身によって示唆されたしかしこれは単なる仮説であっていかに魅力的であっても それを証明しなければ他の可能性を排除できない。この時に考えられていた複製の型としては次の3つがあった。保存的複製、元の DNA 座はそのままに保存し、それと同じものを複製する。全く元の通りの鎖と全く新しい鎖が、できる不連続的複製、元の鎖は部分部分に分かれ、それを補う形で新しい鎖が作られる。 新しい二重差は、それぞれに、部分的に、古い鎖を含む。半保存的複製、元の DNA 差を二つに分け、それぞれを異形として、新しい DNA 差を作る。新たに生じた二本の二重差は、それぞれに古い鎖を一本ずつ、含む。DNA が、半保存的に複製されていることを証明したのは、マシューメセルソンとフランクリン・スタールである。彼らは、 窒素の同位体を用いて古いポリヌクレオチドさと新しく合成されるそれを区別することを考えた。まず、通常の窒素14により重い窒素15からなる塩化アンボニウムを含む培値を作り、大腸菌をこの培値で培養、増殖させた。これによって増殖した大腸菌の DNA に含まれる窒素は、その大部分が窒素15であると判断する。 その後、大腸菌を取り出し、今度は、窒素14を含む培地に移して培養すれば、新しく合成されるポリヌクレオチド差は、窒素14を使って合成されるから、古い DNA 差とは、重さで、区別できるはずである。そこで、窒素14の培地に移してからの時間経過に沿って、DNA を取り出し、その重さを調べることができれば、DNA 合成のやり方が判断できるはずである。 ただし、その重さの差はごくわずかである。これを区別するためには、密度勾配延伸法が開発された。これは、塩化セシウム溶液を超延伸分離器に長時間かけることで、濃度勾配を作るもので、その結果、人工セル内の溶液は、底の方ほど濃度が高く、上に行くほど濃度が低い勾配を生じる。ここに、密度の異なる資料を入れて、 改めて遠心分離をかけると、資料はそれ自身の密度と釣り合う位置に沈んで、狭いバンドを作ることから、わずかの密度の差を区別できるというものである。これにこの大腸菌の DNA をかければ、重い窒素15だけを含む DNA 差は一番低に近い位置に出て、軽い窒素14だけからなる DNA 差は上の層に出る。窒素14を含むポリヌクレオチド差と、 窒素15の鎖とを1本ずつ含む DNA は、両者の中間の位置に出るはずである。また、両者の一部が混じった DNA 差があるならば、その混合の程度に応じて、両者の中間の任意の位置に出ると考えられる。実験の結果、窒素14の場合置に移してから第一回目の分裂が起きた後の大腸菌から取り出した DNA は、すべてが中間の位置に出た。 第2回の分裂以降の細胞から得られた DNA は中間の位置と上の位置に出た。このことは第1回の分裂では窒素15の鎖の1本をもとに窒素14の鎖が形成され中間の重さの鎖が形成されたこと2回目ではこの14と15の鎖の1本ずつから新たに DNA が合成され15の鎖をもとにしたものは 中間の重さの鎖になり、14の鎖を元にした、ものは軽い鎖になったということであり、半保存的複製が行われていることを示すものである。これ以後も、半保存的複製が行われていることはいくつかの方法、複数の生物で実験が行われ、確かめられている。ありがとうございます。